ただいま。ただいま。落ちててくれたんだ。ザキ三人で飲んでた。ああ女の子いないよ。男ばっか。ごめんごめん。ちょっと伝えてなかったね。かわいい。ああ、そんなに酔ってないよ。大丈夫。お水ありがとう。着替え、ちょっと休んだら着替えようかな。何？着替えさせてくれるの？君にシャツのボタン外されるの。明日は自分でやるよ。それは なんでもない。今日は思いっきり甘えちゃおうかなー。こんなに酔ってるとこ。まあ確かにな。そうだね。一緒の飲み会の時とかもあったけど。あんま飲まないようにしてたからね。一応、まあ俺も君の上司だからさ、かっこつけたいってのはちょっとあったかも。入ったからやだ。ギューってしてもいい？ちょっと先臭いけど。帰ったら君に会えるの幸せ。これからもずっと一緒にいようね。
かあったってわけじゃないんだけど、確か本当は言っちゃいけないことなんだけど、まあ月曜にはわかることだからいいか。じゃあ酔っ払いの話だと思って聞かなかったことにしてくれる？実はさ、部署が異動になるんだ。あ、いや、僕じゃなくて君が。そう、少し前から話は出てて、君さ、入社以来ずっと僕のところにいたでしょ。違う部署も経験した方が君のためにはいいなとは思ってたんだけどさ、実際に決まったら君と離れるの思った以上にダメージでかくて。いや違う違う、転勤とかじゃないよ。あのフロアが変わるだけ。なんだって、やっぱそうだよな。こんなんで落ち込むとかかっこ悪くて引くよな。そんなことない。君は寂しい？まあならよかった。君が新入社員の頃からずっと一緒に仕事してたからさ、今までみたいに毎日会社で見れないのかなって思ったらなんか寂しくなっちゃって。会社では付き合ってること秘密だったから、普通にただの部下として接してたつもりなんだけどな。やっぱ会社でも一緒にいれるの俺にとっては特別だったみたい。あ、うん。なるほどね。これまで以上にお家に帰ってきてから会えるの楽しみになる。そっかね。君の遅いとこマジで好き。でも他の男に口説かれたりしないように気をつけてよ。大丈夫？ほんとかな。でもこれからは会社で会えない分家でいっぱい可愛がるからかけかじておいて。とりあえず今日はいっぱい甘えさせてくれる？チャンネル登録をして、次の動画もちょっとだけ見てみない？